どうも、ハイチーです。今話題のというか、まあ、映画化になるっていうことで、たまたまね、ちょっと CM を見てたら読んでみたいな、映画を見に行くことあまりないので自分は読んでみたいなと思って、今回ね、君の膵臓を食べたいを読ませてもらって、その読んだ後に今こうやって感想を喋るっていう感じでやってるんですけど、で、読んだ後にレビューを見てきまして、レビューが荒れてるのは聞いてたんですよ。荒れてますって聞いてたんですけど、荒れてましたね。めちゃくちゃ荒れてましたね。本当に好きと嫌いがはっきり分かれてるレビューになってたんですが、個人的な感想としては、まあそうなるだろうなっていう作品です。はい。これはあくまでも自分の、なんだ、体感というか主観になりますけど、ただ、自分としてね、読んだ自分としてどっちですかって言われたら自分は読んでよかったと思います。自分は好きですね、この作品が。ただ、言ったように好き嫌いが分かれるのは納得します。で、実際読んでみて、まあタイトルから、あと最初の何ページか冒頭の部分で、まあ結末というか流れがだいぶつかめる、分かる作品になってるので、まあこういう風に展開していくんだろうなっていうのが予想がつくんですよ。で、あらかた自分のやっぱ予想通りに進んでいくっていう流れになります。なるんですけど、やっぱ感情移入するポイントが自分には結構多くって、その主人公の女の子、まああんまりネタバレしないように気をつけますけど、主人公の女の子自身の、まあ、わざわざ病気と、その病気と向き合う、まあ、余命がね、宣告されてるので、向き合い方というか、で、自分は余命は宣告されてないんですけど、19の時にもう一生治らない病気にかかっていて、で、なんか、それを宣告された時、宣告された後のその、自分なりにやっぱ葛藤があってずっと、で、それを思い出したりすると、すごいそこに、一番そこに感情移入して自分は読んでたのかなと思います。周りの方、残された方よりもどっちかとそっち。で、もう一個は親御さんですね。やっぱり子供がいる分、その保護者の方ですね、その女の子のお母さんとかの気持ちを考えると、その2点かな、すごいグッときたのは、一番その女の子自身ですけど、こう、余命があってそれを周りに言えない気持ちとか、まあもちろんね、何度も言うけど、余命は自分は宣告されてないんであれなんですけど、一生治らないって言われた時に、自分はその医者に明日死ぬかもしれないと、そういう病気だから覚悟してねみたいなことを言われたんですよね。で、その後にすごい荒れ腐った時とか、で、それをどう周りにこう付き合っていくかとか、で、それを病気になったことをどう前向きに捉えていくのかとか、そういった部分をすごい思い出して、だからそういった意味でなんか涙が止まらなかったですけど、ただでもね、まあ、全部完璧な本なんてないと思うんで、一個だけかな、でも不満があるとしたら、その女の子の亡くなり方、死に方ですね、が、自分はあまり好きではないというか、あれですけど、ちょっと、っていう感じはしました。はい。もちろん、その、予想外の死に方、予想外なのかな、亡くなり方が、その、一個の作品のスパイスになっていて、っていうのかもしれないんですけど、個人的には、ああ、そうか、っていう感じではありましたね。まあわかんないです。生意気にちょっと言いまして言ってますけど。ただ、読んでよかったと思う作品です。自分は。おすすめします、普通に。まあそれをね、はぁって思う方もいると思うんですけど、できれば、やっぱ学生、中高、大、そうですね、中高、大の、特に女の子の方が多分感情移入しやすいと思うんですけど、作品の流れとしては。でも読んでみてもいいのかなと思います。まあ自分が今回一気に読んで、まあ読破しては3時間ぐらいで読むことができたので、で、あと一個は何を言うんだったら、できれば一気に読んでほしいっていう作品です。途中で切らない方が感情にはしやすいかなと。なんか多分前半の部分だけだと、ちょっと、なんて言うんだろう、人によっては間延びするというか、ちょっと気持ちが離れやすくなるのかなっていう感じはするので、予想がつく展開ではあるんですけど、後半の部分まで一気に読んでしまった方が、全体的に余韻に浸れるという感じがしましたので、まあ別に自分この本の何のあれも権限もないんですけど、まあよかったらぜひ読んでみてください。では今回はね、初の試み、で次あるかわからない試みではあるんですが、まあせっかく買ったし、しかもツイッターでみんなにおすすめしてもらったので、ちょっと動画に残してみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。